いいの？でも捉えちゃうんだ。ビューティフル塊魂のストーリーってなんだっけ。おい、 DLC 買ってないんだよ、そっち。これムービーなのかな。一応これしごちゃんを撮ったの覚えてる。一応これその Xbox シリーズ X の機能のアップデートでこのゲームを 60fps にバージョンアップさせるっていう機能が来たんだよね。だこのシーンは別に60じゃない。このシーン別にぬるぬる動いてない。いやこれこれアニメーションだし、そうだこれアニメだよね、これムービーだよね、ただのムービー。60になったら言うけど、これ60になったら気持ちいいよな。毎回お前のせいじゃないか。おじの働きが悪いとこいつのせいなのにめちゃくちゃ叱られる。大体俺の仕事だろ。星を作る、作ってた。これはこれって言ってプーン。早いロードが、さすが。あんなプーンとか言わないんだもん。これ覚えてる。最終的に周りのジグゾーマズルも巻き込まれるやつ。そう。当時はすごい苦労したけど今は楽になる。すごいやらせてもらえるんじゃなかったのか。じゃあここだけやらして 60fps ちょっと堪能したい。今スイッチ版あの HD 振動に対応してるからよかった。ああ、そっかそっか、あれよかったよ。スイッチ版 PS5 版でもいい。なんか多彩な振動を使って、てかあれ、おじたんは？おじたん、あれしょ。いや、まだやらせてくんない、なんか来た、これふぅ。周りも、周りまだいけた。ふぅ、 60fps 最高。めちゃくちゃ処理が早い。てるんだよね。パクパクピース。ここでも最低ダメだっけ。
こいつ自分でやったくさいになんでこんな失礼な。いつも失礼こいつまで。ビューティフル塊出ますし、あんま覚えてないな。一回クリアして終わりだった気するんだよな、俺の中で。クリアしたの？クリアしたよ。してない、私は。あ、してないのか。で、これね、今まで集めた塊を全部一つの塊にして、どんだけのものは巻き込めるかってやつがあるんだけど、例えば地球とか巻き込めんの？うん。レベルが上がると。だけど、なんだけど、あれ？なんだけど、ダウンロードコンテンツのステージの惑星も含めないと、一番大きいものは巻き込めないんです。確か。DLC 商法だ。そう。この頃流行った。本当にこの頃だもんな。こんなゲームではしょうがないね。あれ？こんだけ？対戦あったな。オンライン対戦やったら外人がラグすぎて。え、オンライン協力あったな。絶対邪魔でしかないでしょ。自分の子供なんだと思ってんのこれ。あれ？あ、そっか、セーブ、自動セーブじゃねえ。何、そんな時間かかってんの？あれ？どこでやればいいの？ルビーはルビーじゃねえ。これ、ね、あれ？ステイコレクションってあれだろ？あ、そうだもんだろ？あれ？全然マップのこ、あ、そうだそうだそうだ、これだ。普通に外に出ればいいやつ。で、ここで、いとこたちがいて。あんまり意識したことないけど、たまに集まんないときあるよ。うん、大体あるんだけど。大体あるんだけど。大体あるし、大体でかくせばなんとかなる。大体でかくせばなんとかなるけど、なんかたまーにさ、メインのやつじゃないものが一人生。動かせるやつ、実は。あれ、これ SSD に入れてるよな。ロード早い。あれな、ちっちゃ。乾燥庫ぐらいにしこのくらい。駄菓子屋さんだね。あったな。駄菓子屋と屋敷を覚えてるわ、なんか。あとこれ、なんかアイドルマスターの曲あったよな。一歩前進。あんまり塊魂っぽい曲じゃねえんだよな。団結っていう、そういうタイトルだけで。あ、ちょっと
勝手に転がして、あ、この曲好き。もうなんか いきなり手間取ってるけど、そんなに上手じゃないの。ああ、中途中から本当はやりたかったの。両方全然もう考えられません。普段ブチギレ。そこ降りる。後ろ後ろ後ろ。こうするしかないって。ああ、やっちゃった。どこの子。懐かしい曲。いいよ、僕。あ、正面か、正面に転がしてた方がいいよ。覚えてるか分かんないけど。早いから、そっちの方が。だから、あの、横に転がしたりするんじゃなくて、あの、すぐそっち向いて、そうそう、ターンで、あとちっちゃいものは巻き込んでもしょうがないから、大きいもんだって。すげえ、60fps で動いてるぜ。Xbox 最高。おー、いいね、いいね。あ、その、生き物系はね、一回り起きないと無理なんだよね。ちっちゃいけど。でも結構、その大きさに関わってくるから、なんだけ早くでかくして、巻き込みに行けたら。うんうん。塊騙しやってると、なんか楽しい気持ちになる。なんか、雰囲気も上がるし。いや、吹っ飛ばせるよ、いける。吹っ飛ばしたら、あの、吹っ飛ばしたら追いかければいいから、逃げる前に。やったーやったー。おお、惜しい。一気に短くして。駄菓子屋だ。おお、ミニワルタイガーだ。やばい、20センチじゃない。やばい。どうしよう、やばい、めっちゃやばい。あー、8ミリたんまな、たんなかった。もう震えてる。おじー、おじー、スコア入っちゃった。逃げてよ。これ逃げないの？動かないんだけど。はいよ。あ、無理だよ今の。あ、落ちた。ここで避けた方がいいの。あ、はい。避けようがね。こんな親嫌だな。マリアマシはそんなに得意ではないの。好きだけど。ターンターン。なんかそんな。い、巻き込めるようになったギリギリぐらいのやつを巻き込むとやっぱり早い。それがわかんない。で、で、で。全部わかるっていう。そう、あとなんかそういう細長いやつとか。あ、歩けた。生きてた。お、あ、お寿司いけた。
そう、早く次々って言った方がいいと思う。見えてないか。こまめなターンが。正面からじゃないと移動スピードが遅いからダメだから そうやってなんかあのズボラにやっちゃうと全然うまくいかん。ズボラっていうかうまくいかないんだもんな、純粋に。だから正面にってやれば、うん、いかないんだもんなって。いかない。そんなこと言われても難しいんだよ。君には分かんないかもしれないけど難しいんですよ。知らないでしょ。慣れちゃったもんね。あーむずい、本当にむずいのよ。全然上手くない。あーやばい。てかこの家の中、そっちの部屋今ばっかで全然駄菓子屋に行ってないけど。駄菓子屋の方がいい。なんかよく分かんなかった。駄菓子屋、駄菓子屋の方がいっぱいあるじゃん。昆布けど、昆布すげえ服装な顔すんじゃん。スイッチのリメイク版もなんかケチケチしない、ケチケチっていうか、まんまリメイクするんじゃなくて、こうやって物を増やしてほしかったな。物を増やしてほしかったね。ここまでないもんだって。さすがに PS2 のやつだからしょうがないんだけど。だからちょっとつまんないもんね。うーん、お腹が乗ってた、びっくりした。いやすごい、今もう一回やってみ。何ブルルンって言うじゃん。何そんな嬉しいの。嬉しくないよ、ショックなんだよ。何嬉しいと思ったの。私がなわけねえだろ。何なのこれ。あれが入れようとしたんだ。でこいつこんなにさ、総評が辛いの。真面目な塊は。どうしたらよかったんだよ、じゃあ。入れた方が。低すぎだよ。あ、別にやらして。すぐ途絶えた。もう二度と帰ってこないんだ。なんでこう一回交代。お前でも言うて結構二度と帰ってこないから落としたくないんよ。あみは下手だから俺がやってやれみたいな。そう、なんかもう渡さんでええやろみたいな。あゆみやるっていうのも一個も言ってくんなくなる。黒いカフェ、ペンで100点いって。確かに覚えてないと無理だな。水性飲み物です。お氷とかジュースとかお茶とか。お氷じゃないと、 お水だって書いてある。漢字読めず、もう目がやられてる。俺は今長時間ゲームしすぎだけど。私長時間ゲームしたけど全くやられてない。
またここじゃない？またここだよ。駄菓子屋です。まだスタートしてなかった。すいません、見にくいんで。いや、まだいけない。サマイタマシの曲良すぎない？さっきいたじゃん。あ、最初にこれくればよかったね。だからね、UGC ってあまりにもかっこいいじゃん。そんなこと言ったらカニザ気持ち悪いじゃん。めちゃくちゃキモかったカニザ。てか、この2であるみんな大好き塊魂、あと学校とかってすげー楽しかったんだけどな。なんかあんまりバリエーションがなくなった気がする。あのホタルのステージが明るい、とにかく明るい星を作ってくれって、ホタルだけ巻き込んだやつが綺麗だったけど。綺麗なの？うん。なんか黄色い光がいっぱい。これで受験生も勉強できるねっていう。全然巻き込めない。ちっちゃいからさ、頭で真ん中の上登ったのはないの？レグスいっぱい置いちゃったよね。どんな駄菓子屋なんだろう。マジで。じゃあ早く出ろ早く出ろ。アフン殺しはなんかボーリングやってるよ。いやあ、そうだそうだったな、これこういうステージだったわ。思い出したわ。いらっしゃいませ。でかくなれ、でかくなれ。ルートが多すぎ。あったな、でもこんなとこ。なんかケーキ屋っぽいとこ。そう、なんか結構 Xbox ファン辛かったんだよな、難易度が高いっていうか。なんかそんな覚えがあった気がするな。1回じゃ絶対無理だったな。なんか高評価厳しすぎんなって、ずっと今ね、集められてんの。飲み物感全然ないけど、周りが王子ラッシュで巻き込めるんだって。巻き込めるけど、まあ、制御は難しい。駄菓子屋にも入れないし、ね、うおー、机の上行け。なんか向こうの机楽しそうだぞ。あ、なかんじゃん、かさ。
乗っけれんじゃん。なんとかなんとかなりませんかね。刀来た。お水、お水。もう一回りでかくって。お子様ぜひ。ギリギリじゃダメなんだよな。なんかギリギリじゃ本当に、なんか必要最低限ぐらいのレベルで。どうですか。お、結構大きい。なかなかって言われた。うちのようなんだけど。お、すごい。まあまあいいじゃん。ごめん、でも全然取らんかった。何が？プレゼントも。そう、全然いとこも、いとこもプレゼントもさっきから全く見つけられてません。爽やか水星。はい、普通に難しいんだよね。楽しいけど。いいなこれ、気軽に遊びたいな。この感じで気軽に遊びたい。 Xbox に入ってるから、ディスクが。知らせ。お兄ちゃんどうなった？ダッシュできんのか。おじ必死、必死な顔してんじゃん。なんで どんなったらあんな王様みたいでかも。こんなちっちゃいのに。おじリッチ。なんか本当に王子と王様このくらい、このこれくらいの差があるマジで。小指くらいしかない。あ、これ金額のやつか。だいたいここに高額のやつがあんなっていうのを覚えとかないとダメみたいな。関係ないかこれは。総額か、うん、あの巻き込んだものの総額みたいな。王様の喋る声が好きだからつい聞いちゃうけど、投げんだよな。お家なのこれ。リッチとほらもうなんかカジノじゃん。うん、カジノ。あー覚えてた、屋敷のステージここだ。おじにもセレブなムードを普通に親から味わわせてくれよ。そこで味わわせんなよ。なんでアーモンドが置いたんだ。チョコパイあったよ。これダメか。うん、もう俺もなんかやっぱ やってるから分かるわ、どのくらいがいけんのかみたいな。こういう経験の差とかも出るし、普通にさ操作が難しいんじゃないですか。あったなこの曲。チョコパイしか取れない。プレゼントあったけども。あった？あったじゃん。めちゃめちゃでかかったじゃんかね。あーこれか、プレゼント。あ、嫌だ嫌だ。わ、高額。すごいキランキラン。金額じゃないんだろうなこれ。頭の大きさなんだろうな。お、チップいけたよ、チップ。
星クッキーだね、たぶん。なんかあんまり日感なくなっちゃった。あ、え、キャラメルなんじゃん、ま、今いとこでいたじゃん、キャラメルよりも。いた？どこ？え、これいとこじゃないの？このキラキラしてるの。いない、どこ？いとこずっと回って、これこれ、スバル、尖ったもの、ワフルーツ。危ない。お、いいんじゃないか。あ、重ねていけた。重ねていいぞ。パラパラ。あ、間違えた。どこに行けばいいかわからない。机の上とか行けんじゃないか。あ、それ無理か。それ無理っていうか、ここじゃないか。王様のテキストいつでもずっと出るからなんか邪魔だ。バカいい。確かに。別に当たり判定もなかった。ああ、なるほど。派手なだけだった。どうなっていけないの。あ、いけた。あ、ちょっと出れた。どういうこと？ウニは貴金属に当たるんだ。カニがめちゃくちゃ遊んでるじゃん。何このリッチなクマさんを。おお。いけないかな。カニが みんなぶっ飛ばされた。取り組んで。あと22メートルです。22センチか。やばい、遠い。カニで遊んでる場合じゃない。あー、むずい。なんであんなスカスカスちゃんといけるのあれ。あ、今いとこいた。気品のあるもの、気品あるかこれ、ポーラ気品あるかなあれ。頑張れー。お仕置き耐えちゃうよ。お仕置き長いのよ。いや、あれはキャンセルできる。あさったのか。にゃん。あー、8センチしか。やり直して。じゃあもう一回やる。どうせこっから帰ったって王様の小言を聞くだけだもん。そういう積まれてるやつ巻き込みたいよね。セットしたい。まだ早い。そう、これスタート位置がそして何箇所からかランダムで選ばれるんだけど。あ、そうなんだ。そう、なんかそこで結構あのガチャする人いるの。ちょっとスタート出遅れてんな。この曲好きそうですね。
なんか塊っぽい歌詞になってる。機械ないで。サントラ持ってるよそれ。なんかサントラ見ても聞いても別に歌詞とか意識しないじゃん。左のケーキってやつ。ケーキ。どこのことか全然わからない。あ、これ欲しい。楽しいから。あ、まだダイヤ無理か。正面しないと。カメラは。やり直したところでもしかしていとこもやり直し。どうだろう別に。20センチあった。うさちゃんダメか。早い。あとまだ半分、あと2分か、1分50秒ぐらい。なんかさっきと同じとこをぐるぐる回ってるのあんま良くないんだよ。はあ、てか次々新しいとこ行った方がいいんだよ絶対。痛い痛い、やだ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 、とんでもないロスが。なんか同じとこぐるぐる回っちゃってるんだよね。外に出た方がいいなと思って。いやそうじゃなくて、物は回収しつつなんだけど、同じ方をぐるぐる回ったって大していいことは起こんない。あー、デカダイヤある、取りてー。あ、バラバラに。パインクレーバー。なんか同じとこぐるぐるなんだ。え、ダメなの今の。それじゃダメなの。だ、同じとこぐるぐる。よくない。新しいとこ行くからね。うるさいよって。じゃあついつい新しいとこ行った方がいいね。こんだけ広いから。で、横向いてんのはよくないから、進行方向に向けたい。ステージで頑張れば人巻き込めるのか。あ、すごい。剣無理。無理だった。あー、なんかもうちょっとでこうガーっていけそうだったけど。ガーっていけそうだったね、もうちょっとで。今ガーっていけそうだった。あ、今のでカンニングしたからなんとかならんかな。初見じゃない上に。王様自動スキップさせてくれよ。しょうがないとはいえ。最初どこがいいんだ。あ、
うぅこれいいな。このケーキさ、いけない？ごめん、いけなかった。あ、ロスクだけだった。あ、チップある。チップいけるでしょ。待って、いやりいける。めっちゃ楽しい。確かに高いものだけを集めろってやつもあったよね。確かあった。あったってか、おかあの金額換算して、ちなみに初代のやつで超難易度はあのお牛座、あの牛を1匹巻き込んだらゲームオーバー、ゲームオーバーっていうかその終了で、一番でかいやつを巻き込むにはこう牛を他のやつを巻き込まない、牛を巻き込まないようにギリギリを行って、ま、どんどんでっかく巻き込んでって、最終的になんか Z 付きの超高速で走る牛がいて、そいつを巻き込むんだけど、あの牛乳とかもダメなんです。牛乳牛なんですよ。主食牛乳って。まあ。あれ違う、こっちはない。どこだ。さっき窓から出られたの。違う、そっちはないです。ちょ、こんなとこ行ってる場合じゃないんだ。なんか結構でかくなってきてるけど。十分。そこそこ。ラスパンでかそう。猫これボドシップみたいな。ボドシップって書いてあったっけ。やめろ猫、にゃんって毎回言う。85個分の大きさ。何かもずっと喋りっぱなしだから邪魔くさい。やべ、同じ子行ってる。でもね、ある程度でかくなっちゃうと、その元いたとこにプレゼントとか消失しちゃうんだよ。ああ、そうなんだ。ちょっと泥棒いるんじゃないか。泥棒いるじゃないか、窓に。泥棒いた？泥棒いた。漫画みたいな泥棒いた。高級カバンをください。ください。急いで、もうちょっといけるだろう。なんかこれなんかすごいトロフィーあった。高いだろこれ。固定巻き込んだ。巻き込んだ。いけー。いやいや、4381個分の大きさ。いいとこね。来るわけないだろ。ちょっとバランスいいし。
なかなかです。なかなかな。ゲーム多いな。チップとかもゲームになるのかな。惜しい。すげえ。このゲームのコツ、このゲームのコツって全然教えらんねえな。何ですか。ニュース。スノーランドです。あれなのかな。多分ステージが一緒ってこと？ここ、このここだと。あと、あ、そうだね。屋敷のここは屋敷のステージ。屋敷っぽい。まあでも置いてるもんが全然違うからね。ジャパン。ジャパンでスイス。アトラクションしたから全部。こいつが悪いのに全部。秋葉中目黒新宿って言ってんの。何ここ、何ここ。ガチャポンからまず出ないといけないじゃん。駄菓子屋さんだった。どこいつ。うわー、駒だ。危ない。駒ダメなのか。なんか動いてるものは全体的に一回り起きないと無理なんだよ。あー、なんかすごい列車引かれた。わあ、めちゃくちゃ吹き飛ばされた。懐かしい曲。あ、壁にバーッと貼ってましたね。壁駄菓子屋だから。あ、お手本だ。お、キャンディいけた。おー、いけるんじゃない。ターンしたよ。正面に向か、正面に向かせないと、いつまでだと移動しない。出てられます。基本的に難しいけど、たまにものすごい簡単なステージある。
魔法界。ここは入れないこれ。10センチ以上のとこ通れんじゃない？ちょっと戻っちゃいけないけど。いや、まあ新しく行けるとこは行っていいんだけど。違う、そういう意味だ。ちょっとこう取り逃したなと思って後ろに行っちゃいけないけど、まあ、ちょっとしたもんで戻るのはあんま良くない。あとこういう風にしたいなって、まあ、そんくらいだったらいいけど。半だけど、まあ、1メートルいってない。早く。手段抜けた。おお、いける。逃げ惑ってる。視界圏だな。あ、人は飛ばされた。いける、いけるのか。飛ばせるってことは。あロードが早い。ありがとう SSD。 ここ固定か？これこのステージ。クラブ無理でした。なんで行かんといいの。おー、早い。あゆみの体の方が動くんですよ。今初めてか。
入れてあーそれ1個かお腹ぶっ壊した行けるのかアイミックわー中央にいったうまいちょっと出た方がいいのかこれそう何もしないだろうありがとうって呼ばれるようなこと何もしなかったよトイレか。このクソ長い人たち飛ばしたやつ巻き飛ばしたやつ巻き込むのが結構いい引き受けたわーめっちゃ警官がちょっと やれよアニの点数を見よういや、なんでさっきじゃやってくんなかったんだよもう一回やりてえよ、私はなにこれちっちゃい頭に対して厳しすぎる。いうこと聞いてた？もう。同じ点数しか出させてくれない。
きもうちょっと恐らく高かったのに。ちょっとやり直したいんだよ本当。満足いくやどこは、どこは侍なのそれ。わかんない。トゲトゲが？トゲトゲ？あらファンシー。なんかあったなそんなステージ。見て顔。気持ち悪いよ。似てるようで全く似てないよ。おし、なんでいつも出ないの。耳が食ったのは失敗したかも。食べたいから食ったけども気持ち悪くなってきちゃった。なんでこんなとこに来ちゃったの。戻りたいよ。すごすぎ。すごすぎ。で、牛さんなの。いや、世界地図になってるだろ。だからと言ってだよ。そっか、なるほどとはならないよ。植物あったなそんなステージ。木星だろうなきっと。あら素敵。庭のステージだ。でかい。塊がもうでかい。あ、この曲は。何曲？つけてーてー。どんだけ出れないの？プレゼントあったけど。意外とただのアイドルマスターの曲なんだよな。アイドルマスター塊魂の曲歌ったら面白かったの。普通に声だってアイドルマスターの曲持ってきただけじゃない。そうなんかな。団結。どこに対してそんなのに対して自分のものは素敵なものという。楽しみ。ダイヤモンド買って。ダイヤモンドの大きさ余裕ある。結構覚えてんな。あ、お屋敷の中入れないんだ。一歩前進、前進かな。だから、うん、どこだ。
こっちじゃないよ絶対。こっちを見れるのかしら。あおお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 お変だ。おいしょ。しゅんさん。しゅなんかあんのかな。素晴らしいもんね。ケツちょっと同じこと言ってる。次他の街でも出かけてみましょう。どこやねん。あ、海を渡れってか。あ、これか。一致団結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 。あ、レース会場だ。なんもないけど。博物館がないところに。行く目的がない、ないと。全然行ってないもん。ガンガン逃げてきたよ。アイドルマスター。ダメでした。なんか同じとこ同じとこをくるぐるしすダメでしたってやりてぇ。そうかがね、難しいんだよね。くるぐるしすぎましたね。ちょっと緑感。あーお37点。厳しいね。そんなもんだと思ったの。そう。で全然行ってないもん。移動。全部一通りぐるっと回れるぐらいじゃないとやっぱ。
アマレットすごいうまくいくんだよな。やる？早い。授業。なんでやらないって思われたの？むしろ。はい、マジでずっと見てみたいな。なんか気持ち悪いな。私はとにかく君の気持ち悪いのはかなりやべえんよ。寝ちゃうか。私寝たのにまだ眠いか君。すごい寝てたよ君。12時間以上寝てたよ。気持ちよかった。私なんか変、すごいなんか楽しい夢みたいな。楽しい夢みたいな。よかったじゃん。ディズニー、なんかディズニー映画みたいな夢みたい。俺と一緒にディズニー行った夢とか見ないの？見ない。人はね、なんか知ってる人はほとんど。君はなんか全然出ないね。あー、だって出ないんだもん。なんで出ないの？1万ドになるまで塊は尽くしてください。お腹つくか。濁りあるよ。買ったなそれ。じゃあ外に出ない方がいいってこと？そんなことはない。ハロウィン。なんかすごい冷たいゾーンに来たよ。バスコンあったんじゃん。町中行けるぞ。落ちちゃった。町中行け。あーめっちゃシューって言ってる。ちょっとすげー下がった。あーちょっと待って、めっちゃ下がっちゃった。でもでかいのいっぱい巻くのが大丈夫。追加あちあちじゃん。全然そうじゃないじゃん。いた。消防士さんめっちゃあちあちそう。水入っちゃうとダメなのか。急激に冷たくなった。水入っちゃうとダメなんだな。ちょっと目の前にかき氷が回ってるじゃない。でもカツ丼とステーキも回ってるよ。ちょっと溺れないじゃない。王子頑張って。お
に私が悪いんだけど。バーベキューしてる。ぜひ巻き込みたい。危ない。もうちょいだ。わお。むずすぎる。やめてくれ。めっちゃ下げられた。なんだこれ。あ、これ消火器はダメか。すげえ下がった。もう無理だろこれ。ちょっと何その面白い瞬間だ。面白死に方やめてください。一撃死じゃないか。体調悪い。嘘。ちょっとかなり怖いからやめてよそういうこと言う。私だって体調良くねえし。寝ようじゃん、もうこれだったら。行くもない。それはダメ。痛いよ。痛い。移動しちゃったの。移動したの。難しいのに。
消火器が危ない。何気をつけないんだろう。川。どうだった？ついに。あ、ここじゃない。消防士さんとむしろ下げるのでわお。そんなサプライズ。パフェ。このすごい。いきなりもすごい。相殺しすぎた。相殺っていうかプラマイゼロだ。応援団だ。熱い。どこ行った熱い応援団。何回もやればできるだろうけど時間かかる。はい、来た。だー。ああ。物がいっぱいあると思ってさ、突っ込んでいくとさ、すげえアイスコーナーなのダメだ、そっちアイスだ。ペンギンはダメなのか。ダメだ、そっちアイスだぞ。あ、でもなんかラーメンもあった。あ、フェズがあったんだ。タイムアタックなんだから頭に大きくする必要はないんだよ。ちょい。危ない。あー、早い。ダメだ。
マグリって熱いね。熱いものもあるけど冷たいものも同時に点在する。なんか痛いこうよくわかんない。タイムアタックだけど、さらにでかくしないといけないの、頭に。いや、そんなことないと思ってる。お、いいの。おー、高いじゃん。ちょ悪い俺寝るか。一個だけ家できなかったから悔しい。お腹ポンポン稼いで明日食えないんじゃない。高い焼き肉マジかよ。高くない。これは太陽系なの。なんでここの体調悪くなっちゃったんだ。気持ち悪い。ちょっと気持ち悪いんで。気持ち悪いって言ってたけど何も聞いてなかったです。本当に私のことなんてどうでもいいんだな。そんなこと言うなよ。まあこんな時は俺もほっとかれるしかないな。ん？ほっとかれるしかない。あー、水枕いるか？氷枕はどうしたん？氷、冷蔵庫、冷凍庫入れて。あ、まだ入れた？うん、2つも入れてた。1分で25メートル、でっけー。
行かない方が良さそうだ。うわらしい曲。懐かしい曲。柵とかも結構でかいんだよ。お、ゴリラいけた。じゃあゴリラじゃない、これ。いや、ゴリラもゴリラもいた。柵いけるの、柵。で巻き込めるか、取った方がいい。あ、でもどうなんだろうな、確かに飛んだら。なんか覚えんな。
罪を与えるとか定型タイタニックでかすぎ。こっち行ってる。そっちじゃないよ。ないだろ、こんなの。世界来た。やだ。やだよ、私も。みんな巻き込んだ。Thank you.
こ行ったらいいか分からなくなっちゃった。そんなことになった。なぜ進まない。PSP のやつで一番最初にやったの、それやった時は面白かった。面白かったよ。左右スティックじゃないもんね。いや片方片方、やった。何したまってる。全然うまくいかん。どうしたいんだ。ダメなのか。ダイラックス初めて聞いた。わかんない。ダメなのか。ダメだろ。ダメなの。どう見てもダメなんだ今。なんかも
そこにあるものをいっぱい巻き込んだ方がいいなっていうところに行った方がいいんだけど、どうせね、それが分かんないんだよ。それ無理だろって言われて、そうなんだっていうのが結構、そういうことがいけんじゃない、いけないのこれ、助けて、それが分からない、そういうことが分からない、私には勘がない。あでもなんか広いな、ここ全然覚えてねえ。あっ、オリックスだ。いや、オリックのぐばけ、なんで、あ、技術？技術だから。どういうヒーローショー。あ、ダイヤもいる。あれ、ついたな、ついた。がいっぱいあって、まともな、普通のコンシューマー、コンシューマーっていうか、西洋カードで出たのがこれだけで、すごい、そういうの一番楽しそうなんだけど、うまくいかない、私は。わかんない、なんだろう。頭痛ましい。やってるやついた。あ、いた、やってるやついた、なんか黄色いの転がしてた、なんでゾウさんがいたの、なんでゾウさんがいたの、
2D としても12メートルだから強いだ。凄まじくだぞ。あれ、かた、あれさ、だね。車買って雑になるの好きで、みんなと。いけたんだ、キングダイオン。気分の悪さのなんか原因がわかんねえ。なんだこれ。ん？気分の悪さの原因がわからない。言いたい。いいか。集めなくても全然 OK なの一応。まあでもだから大きな多い方がいいんだけど、大きいのがやっぱブリンブリン海洋性ブリンのものが多かったから。うん、そう、デモもないんだよな確かこれ。デモ？あの楽しいムービーがない。
みんなどこ？いたあったんよ。そんないとこたちバラバラなんだっけ？この先。いとこたちはいとこたち集められてないんだ。マジみんなどこだよ。正直もっと見ていたい気持ちはあるけど。あ、今コロコロしたやついた。緑のところに。ほら。潰れた。コロコロしすぎだろ。やだよー。あ、虹色のやついた。すごすぎるだろ。なんかこのアイサーなんか つけてたの。疲れた。やめるか。うわー。